もこんにちは、たくみチャンネルです、見れば分かる通り、今はね、電車の中、今赤羽駅にちょうど到着したところです。じゃあ次はね、グリーン料金の話についてやっていきます。グリーン料金についてはなんですけど、グリーン車、普通列車のグリーン車なんで、普通のね、特急列車のグリーン車よりは、比較的に安めのお値段となっているんですけど、50キロまでと51キロ以上のもので、平日は50キロまでが1040円、51キロ以上が1260円、そして土日は840円が50キロまで、51キロ以上は1060円という、これはね、車内で買った場合ですね。次、外で買った場合は、50キロまでが平日は780円、50キロ以上は1000円で、で、次の、土日は580円が50キロまで、そして50キロ以上が、800円なのかな?そんな感じで頼っております。ということで、比較的にお休みなので、皆さん乗ってみてはいかがでしょうか。グリーン車はね、1階と2階に分かれて運転しております。そして 4号車と5号車の両方というかグリーン車と。開きませんが、宇都宮や高崎方面に行った時は、開いた閉じたりするそうです。ではこっち行ってみましょうか。グリーン車ということなんでね、一応こういったね、設備がされておりまして、で一応これもここを押しながら後ろ下がると、普通のはこのぐらいなんですけど、こんな結構ね下がることができます。ちょっと直してきますけどね、こんな感じの結構広い席で、まだも十分大きくてね、多分高崎とかに新幹線とかで行くより時間はあんまり気にしていない方だったら、ここでゆっくりお弁当でも食べながら行ったらいいのかなと思います。大体多分東京から多分2時間40分ぐらいでね、多分高崎とかまで行きます。この列車は小金行きなんだけどね、高崎の少し前で終点になってしまいますけど、この先頭はこのようにちょっと短いですけど、ちゃんとありますね。そしてこのグリーン券は、ここでも買えるんですよね、実は。ここでもう、この車内で買うか、それとも、駅の券売機でグリーン券を買うかで、よって違うんですけど、料金もね、300円ほど違くて、土曜日と日曜日、祝日の方が多分、土日祝日の方が全然料金的に安いので、土日にもし乗りたい方だったら絶対土日に乗った方が多分いいと思います。そしてね、この赤いランプが青緑のランプに点灯すると、
あれですね、この人がいます、もう席に誰か座ってますよという合図が出ます。そして今通過しているのが、ここはどこだ、どこだ、西川口か。だんだんと大宮まで、僕は今大宮に向かっています。大宮でね、大宮に、この鉄道開業50周年が、まあ150周年決めた後、まあ皆さんが僕を応援してくれて、登録者数50人達成の記念として鉄道博物館、大宮のある鉄道博物館に行こうと思っております。やはり結構そうなのね。でこれ何としても何と言ってもこのこれですね、この足をかけるんですよ。この足をかけてこのようにくるんと回すことができるんですね。まあ、こういう風になって、こうなるんですね。このように4人で座ることも、向き合って座ることもできます。そして今は新型コロナのせいで、まあこういったね、席をくるんと回すことが今 JR 東日本や JR の全ての会社では多分禁止となっております。他の会社はどうか分かりませんけど、少なくとも JR 東日本は多分、まあ、くるんと、まあ、やっちゃダメという決まりになっております。またこれはあれですね、またコロナが収まって収束したら、多分また少しずつこういった設備もまた利用できるように多分なるんだと思いますけどね。ここは人道区の車両センターですかね。ここは多分小田急の車両センターかな。あ、違う、まあ競輪トークか、普通の競輪トークでみんな全部止まってますね。次は裏たくさん止まっております。たくみチャンネル交通情報も、まあ、チャンネル登録者数も50人といって結構盛り上がってきているというか、まあ、人がいっぱい応援してくれているという感じが伝わってきます。もう次はどこでしょうか。浦和っていうのはもうほぼ埼玉、まあ大宮駅はね、まあ、埼玉県なんで埼玉の方にどんどん近づいていきます。京浜東北線でも行けるんですけど、まあここはやっぱり早くてそして便利な湘南新宿ラインを使って、そして時間とお金とかに余裕がある方だったら絶対にこのグリーン車を乗った方がいいと思います。そして裏は僕は1階席の方がおすすめですね。まあ皆さんのやっぱり好みあると思うんですけど、僕的には下の方が1階席の方がいいですね。これ結構座っても違和感なしですごく乗り心地もいいので、これはだいぶ僕のおすすめであるところですね。で、このなんて言ってもこれですよ、1階席のおすすめの理由は、僕はこれ浦和でもう次大宮なんですけど、この低いんですよ、これ横真横で撮ってるんですけど、ホームスレスレなんですよね。この風景は誰にも知れない感じですね。そして奥にあれですね、この電車なんて JRF という名前が書いてあります。この駅すれすれのこの感じは誰にも味わえないと思います。この列車やサンライズ号の伸び伸び座席の1階席などに乗らなければ、この車両の、いやこの車両というか、まあ、この景色は
多分見えないと思いますね。さあ、もう次が僕たちが行く宮です。ということでね、まあここまで来たので、やっていきますか。うん、これで終わりですかね。ということで、グリーン車の紹介を終わりにします。うん、まあランプだったり、いろいろありますけど、とりあえず次の大宮までゆっくりと風景を楽しみながら行きたいと思います。鉄道博物館で動画も少し進めたらなと思ってますので、動画ね、全部見ていただければと思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。グッドチャンネル登録、高評価、コメントも、コメントにいっぱい書いていただいて嬉しいので、お願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。